どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は NHK お母さんと一緒。こちらでどうも人気があるらしいという曲を、やりたいと思います。妖怪しりとりでございます。この曲ですね。結構かっこいいロックナンバーなんですよね。だけど歌詞は妖怪しりとり。素晴らしいです。はい。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単アレンジ。後半は、あのロックのリズム、ちょっとロカビリーっぽい感じのね、あのかっこいいビートを聴かせたかっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、いつも聴いてる曲、キッズと一緒に歌ってる曲を今度ウクレレで一緒に弾く。最高ですよ、皆さん。やっぱね、楽器と一緒に歌う歌うっていうのは本当に楽しい経験になると思うんで、皆さんぜひ始めてください。でも私は音楽の才能ないんですとか、もう楽器やったことないんで無理無理というあなたにこそウクレレはあるんですよ。助けてくれますから。弦が4本でものすごく簡単。なんだけど、始めたらわかりますよ。ものすごく奥も深いんでね。ずっと続けられるパートナーになってくれるし、キッズと一緒に盛り上がれること間違いなし。あとね、キッズにもできるんですよ。まあ、今日の曲以外はちょっと難しいかもしれないですけど、本当に簡単な曲、ウクレレでいっぱいあるんで、始めましょう、ウクレレを。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の、初心者リストはここというところでジャンプしていただいて、そこから数字の順番ごとに、私、ガズレレ YouTube の動画に、を見ながらね、ウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますから、楽しく始めましょう。YouTube ですから、いつでもどこでもちょっとの隙間で、フリーですかね。無料でできるわけですから。やりましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンここ行っていらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽が800曲以上ウクレレで弾けるようにレッスン、簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。今日みたいなキッズと歌える曲はもちろんですけど、キッズと歌える曲、ここにリンク貼っておきましょう。はい。あとはその他にも、最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、昭和の夏メロからもうアニメソングからもう本当にてんこ盛りです。さっきのね、リンク先のところで曲の検索とか、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、どんどんお気に入りの曲演奏しちゃいましょう。それでは行きます。妖怪しりとり、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4 デン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 、妖怪博士のところにロクロクビがやってきた。妖怪しりとりし妖怪、よしそうかし妖怪、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは1番をねやって終わったんですけど、2番やってみたい方、全部やりたい方、コード進行一緒ですから、歌詞書いて自分だけのこう1番2番までフルコーラスの楽譜を作って書き出してください。で、テロップと一緒にできるようになった方も自分でノートに書いて自分だけでね演奏してみるのをおすすめします。そしたらね、YouTube なくてもキッズと一緒に歌えるわけですから、どんどん歌っていきましょう。その時の参考になるようにガズさんのノートを見ていただきましょう。これイントロです。で、ガズノートの特徴として、この下にくるっと囲ってるやつはこれからやるね、後半かっこいいバージョンでの あのメッセージですんで、こういうの後で解説しますけれどもね。じゃあちょっと見ていきましょう。はい。一時停止でメモっていってください。わかりづらかったら動画のテロップを一時停止してメモった方がもしかしたらわかりやすいかもしれません。何せね、字がねささっとこう書いてるんで、まあね、味のある字でございまして、そんなわけでございます。なんかここにもいろいろ書いてあります。これ後で解説しますからね。はい。じゃあまずここ一時停止でいいですか。あ、ここね、後半やるかっこいいバージョン、コード変わりますからね。これはちょっとこのコード簡単に置き換えてます。はい。この辺も同じ流れですね。一時停止でどうぞ。
ぱこれ歌がね、歌詞がやっぱ面白いですからね。キッズとこのなんかこのなんかこういうやつね、うーとかなんかみーとかそう言いながら、あのコール&レスポンスでやれるのが楽しいかなと思いますね。はい、この辺コード進行、はい、ここら辺もこうなんか止まろうとか書いてあります。後で解説します。そしてここ最後このリズムに戻ってきてエンディングで終わりましたということになって、最後は A7 というコードになってます。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。 C と Am と F、D7、E7、この A7 は最後のここの最後だけで出てくるんで、まあ実際 5個のコードですね。エンディングでこれ。この6個のコード。これはですね、まあ本当にガズレレで入門コード。最初に覚えてもらいたいコードのグループ。これです。ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですよというコードでございまして。はい。コードっていうのはね、ほんと星の数ほどあれど、ウクレレをやる人にとってはね、まずウクレレにとってものすごく便利で優しくて仲良しのコードから覚えていくのがいいということで、そのウクレレにとって最高に便利なコードのグループをガズレレ必須コード名付けております。他の楽器 にとってはそんな便利ではないんですけど、ウクレレにとってはもう超絶役に立つグループのことでございまして、10個ぐらいあります。10個はあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本で押さえられる簡単コードばっかりなんで、あ、他にもね、1本とか2本とかそんな感じ、入門です。1個ずつ見たら。ただし、10個いっぺんに覚えようと思うと、ちょっとね、あの、覚え方に、コツがいりますんで、それを私が動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。この動画で楽しく体の中にどんどん覚えていきましょう。10個覚えたらもうほとんど弾けますから、ガズレレアレンジでは。はい。その中の今日出てくる今の6個でした。これを使って今こうノリノリでね、このやっぱコール&レスポンスですから、ちょっと歌詞を覚えて、キッズと一緒にこう顔を合わせながらこう歌いたいですね。なんでそんな風にまずそこまで持ってってください。さあ、こっからさらに上のランクに行きますよ。かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは1個コード。新しいコード。さっき、簡単にアレンジしたところを1個置き換えます。どこのコードかというと、ここ。ここで E7 だったところ、下に書いてある B7 っていうコードに置き換えたいと思います。B7 っていうコードはこれですね。ちょっと今、解説します。さあ、B7 押さえる場所は、ここと、ここと、ここ。こことこことここなんで、こんな感じになりますね。ちょっと初心者の人はパッと行くのがちょっと難しいと思うんですけど。こんな感じです。はい。で、ウクレレとか結構慣れてる方は、こっちの2フレット全部バッと押さえて、3弦の3フレット薬指で。こっちの方も響けば、これ同じ B7 ですね。どちらでもいいと思います。初心者の方はこっちの方がいいかなということで、こっちをお勧めしております。はい。で、リズムなんですけど、ほい。8ビートのチャというリズムで、これね、この曲がすごくロカビリーというかロックンロールというか、なかなかね、かっこいいですよ。このいい感じのこのビートが、で出せるなと思って、ロックンロール的です。こんな感じですね。 Am で弾くとこの弾き方かっこいいでしょ。8ビートのチャの弾き方はここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でマスターしましょう。ただし、こういうリズムのことやったことない方は超基本の8ビートというリズムから始めてみてください。すごく楽しいので、ぜひこのストロークマスターしていただきたいと思います。さあ、あとはどんどん解説していきますけど、このマーク出てきますよ。この矢印マークはシンコペーションという、リズムが入りますよという合図で、楽譜の中にこのマークが入ります。これはリズムが前にスコーンと食い込んでくるというやつで、ちょっとイントロでいきなり出てくるんで、このコードを出します。 F と E7 で、 E7 の前にコード、あの矢印が書いてあるんですけど、どんなことか。 1,2,3,4 デンデツテンデンデツタン、E7 がこう F からアップで変わったでしょ。普通だったらジャン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 なんだけど、ジャンジャジャンジャジャン、リズムが前にスコーンと食い込んでくる。このシンコペーションマークちょこちょこ出てきますんで、お見逃しなくよろしくお願いいたします。はい、あとはですね、キメがちょこちょこ入ってきます。これがね、結構面白い、面白いっていうかね、やりがいあると思いますよ。ここ六六ビー、あ、妖怪しりとりし妖怪よし、そうかい、しようかい。ここで、見てください。1弦、7、5、3、2って書いてあります。はい。さっきは E7 で弾いたんですけど、これはね、今度単音でいこうと思います。1弦の7、3、7、5、3、2ね。はい。ちょっとやってみましょう。妖怪しりとりしようかい。よし、そうかい、しようかい。いいでしょ。7、5、3、2、1弦の。これ簡単だと思いますね。
こうやってこう幅を広げていきました。もう一回いこうか。よかしどうしようかい、よしそうかい、しようかい、こんな感じです。7532シンプルにここパシッとこうガッとこう決めちゃいましょう。はい、いいですね。こういうのが入ってくるとまたこう奥が深くなってきますから。あとですね、あのここにも書いてあるんですけど、テロップとのタッタッタとか決めがあります。ここもダッだとかね。その辺はね、あの動画のテロップできっと分かっていただけるんじゃないかなと思います。ここはさっきと同じ。753に決めが入ってというふうに感じになりますね。このような感じで、妖怪しりとり。結構かっこいい、疾走感バンバンのロックンロールロカビリーナンバーみたいな感じなんですけど、やっぱ体揺らして、こう歌詞ね、こう、コール&レスポンスですから、テンション高めていきましょう。妖怪も吹っ飛んじゃいますね、これは。はい。じゃあ行きましょう。妖怪しりとり、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。しようかい、ロクロクビビビンボガニミミツネコツオウウミポーズズズンデラボウウマツケキキツネビビビジルサマママ、クラカエシシシしりとり、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうなんかやってるうちに妖怪気分になってきまして、こう顔にね、このエネルギーが出ちゃうんですけどね。まあ、そういうテンションでやるとね、もうほんとね、これ、めっちゃ楽しい曲ですね。ちょっとテンション上がっちゃいましたけど。あと、合いの手あるじゃないですか。B とかこの Me とかいうやつ。あれがね、結構楽しいと思うんですけど、8ビートでもう、疾走感の中であれを言うのが、結構コツがいりますから、ちょっとやってみたらわかるんで、そこら辺ちょっと注目して、なんかいろんなね、こう、キッズとこう、コール&レスポンスでもうやっちゃいましょう。ありがとうございます。さあ、ガズさんですけど、このちっちゃいウクレレ持って日本中飛び回ってイベントやっております。今年残されたイベント、あと2個になっちゃって、あと1個はソールドアウトですんですけども、明日、宮崎行きますよ。宮崎九州のですよ。はい。そのイベントの最新情報と、この今弾いてるウクレレの情報、並びに本をいっぱい出してます。そんなようなガズレレの最新情報、この後ちょっと動画で引っ付けておきますんで、お時間ある方もない方もご覧になってください。さあ、チャンネル登録もぜひともお願いいたします。はい。楽しく音楽やりましょう。ありがとうございました。ご案内動画どうぞ。はい。ひとまず、このガズレレ .com、ガズレレ .com ホームページあります。ここにリンク貼っておきますんで、ガズレレに関することはこのホームページで確認しておいてください。イベント情報ですけど、今年は残すところあと2本になりまして、そのうち1個はもうソールドアウトになっております。ありがとうございます。これ2つあるんですけど、今週はいよいよ宮崎行きます。宮崎でガズレレ開催です。イオンモール宮崎。島村楽器さんにお問い合わせください。全国から飛行機に乗ったりして集まってくださってももちろん大歓迎でございます。はい。お待ちしております。で、今度使ってるウクレレの最新情報をもうそのホームページの中にこのページを作成 しております。これもね、随時追加していくことになっておりますね。もうちょっとフォローしておいてくださいね。これは本当に単板ウクレレでいい音がするウクレレですので、皆さん。ぜひ、お見知りおきを、ガズのわがままウクレって言います。で、あと本をいろいろ出してます。はい、これ。伊藤ミュージックの100曲入りのこの黄色い本がめちゃくちゃ大ヒットでございます。ありがとうございます。なんで売れてるかというと、わかりやすいから、すごい簡単でこうシンプルだからですね。100曲もありますし、ぜひお手に取ってみてください。あとはこの主婦の友から出てる、主婦の友社から出ている私の、こう、いろんないいこと言ってる本もありますね。こちらの方もいろいろ本出してます。ホームページにその辺のことも書いてありますね。ブログも。書いてますからね。よろしくお願いします。それでは皆さん、楽しく音楽やりましょう。さようなら、バイバイ。